えー、皆さん、こんばんは。立憲民主党の衆議院議員、原口克弘です。今日はですね、決算行政、関、え、心、ー、会が、の質疑が開かれました、えー。9時からだったんですけども、もうなんと国会に行くのに、雨でタクシーが来なくて、で、たまたま通りかかった、令和新選組の田賀隆良さんに乗せてもらって、 え、国会までたどり着いたんですね。で、今日は、えー、たがやさんが、もう、神会と言われる、言っていいような質問をしてくれました。というのは、えー、車の中でもずっと打ち合わせしていったんですけども、前回、私がですね、このストップインボイス。インボイスが今度10月からもう強行されようとしてますね。でも、とんでもない制度なんですよ。で、このとんでもない制度を、 やめさせるために、鈴木財務大臣に決算行政監視委員会であることを正しました。で、それをもとに、今日は田谷良さんがですね、すごくいい質問をしてくれたんでえ、解説をいたします。で、これ何かっていうと、独占禁止法って皆さんご存知ですか、えー、カルテルっていうんですけども、 あの、みんなが話し合って、例えば物の価格をですね、上げてしまうと、これは独占禁止法違反なんですね。で、消費税っていうのは、まさに直接税で、事業者が新たに付けた価値に、付加価値に対する税なんですね。で、この、こんな税を、 じゃあ、その、価格転嫁って言うんですけども、自分が払った消費税を、次の自分が取引先にですね、価格転嫁するためには価格を上げなきゃいけませんね。つまり、例えば、そうですね、デザイナーさんだとするじゃないですか。デザイナーさんだと、あなたがデザイナーさんだとしたら、一人一人で、 そういうのを交渉すると、なかなか難しいから団体を作って、例えばデザイナー協会で、なんとかっていう消費税の5%から今もう10%ですね。で、その分をちゃんと、あの、元受けの方に払ってくださいね。こういう価格にしますよ、という、その価格をみんなで上げたら、これドキン法の違反なんですね。じゃあ、消費税って、 あの、価格転嫁できないじゃないの、ということで、消費税が3%っていうことで最初できたときに、独占禁止法の今の、その禁止事例を、阻却っていうんですけど、法律の言葉でですね。これは、あの、みんながね、価格を上げなきゃいけないから、そんなことしても違反に問いませんよっていう法律があるんですよ。 っていうか、あったんですよ。で、ところが、これがいい加減で、消費税が3から5に上がるときにはもうなくなってるんです。それから、また、これも8、5から 8?8 から 10? で、このときにできたりできなかったりして、この間、去年の11月でしたけども、決算行政監視委員会で、鈴木財務大臣に、 今の仕組みこの独禁法は今執行してるでしょとつまり効力をなくしてるでしょとそんなんでインボイス導入できますかって聞いたんですよ鈴木さんにですねで鈴木さん何のことか分かんなかったんです今僕がここで言ってるのも法律2つのやつだから結構あの人間って2次関数って難しいからあの 分かりにくいかもわかんないけども要は価格をみんなで上げましょうっていうのはダメですねってでも消費税はそれやんないと結局ねさっき言ったデザイナーさんだったらデザイナーさんがみんな損害かぶっちゃうことになるからいや独禁法はそう書いてあるけど消費税についてはいいんですよっていう法律があったんですよ。 で、ところが、鈴木さん、な、何のことかお,お分かりにならなくて、実はこの法律は去年の4月に執行してるんです。執行しつまり効力を失ってるんですね。僕はそれを知ってたから、鈴木さん、今、独禁法の、この、租却自由の法律は、なくなってますねって、それ作んなくていいんですか執行してますねって言ったら、彼は一番最初、何て言ったかというと、いやいや、 今もその法律ありますすよっって言ったんですよそれ間違い答弁なんですね。で慌てて後ろで秘書官が原口さんが言ってるのはこういうことだから今の答弁はやり直さなきゃいけませんよって言ってやり直したわけです。で今日の神谷さんの質問はそれを受けたやつなんですね。いいですかとっても大事なことなんで。で神谷さんは 鈴木さん、財務大臣に今ね、こんなその独禁法の阻却自由つ、つまり罪に問われてしまうものを、独禁法違反に問われてしまうものを、もう一回法律を作るか、そうしないと困りますよねデザイン、さっき言った、例えばデザイナーさん、困っちゃうわけですよ。 だから、もう一回法律を作ってインボイスをやるかって。でももう10月ですからね。そんな無理に決まってますよね。それか、もうインボイス自体を延期するか。決めてください。って聞いたわけです。そしたら、なんと鈴木さんは、これは全体でみんながそういうふうになるわけじゃないから、 ね、あの答弁、今、即記録が、高谷さんのとこ来てると思うから、あのぜひ、この高谷さんの10分足らずの質問で、まあ、その中に僕の名前も2、3回入れてくれたんですけども、ご覧になってください。それでね、7月9日が投票日の選挙だって言ってるけど、皆さん、横にこの声をつなげてください。 とんでもなない増税なんですよ今日もあの大本営発表の、えー、放送で支持率が上がったとか言ってますよね。何にもしない、危機を呼び込んでる、ろくでもない内閣、そして増税、増税、増税の内閣なのに、まあ、メディアをあのコントロールすれば、数字なんていくらでも上がりますからね、あのテレビに出てりゃ、なんとかなるわって。 昨日、誰か言ってましたね。そんなんで判断したら絶対だめですよ。これ、インボイスが入ったら、日本は1000万円以下で、今、事業をやってる人たち、とんでもないあのダメージを受けますよ。ぜひ皆さん、日本を救うためにもですね、これまた YouTube にしときますんであのご、これを拡散してください。僕が言った意味 もう一回明日も解説します。法律のことだから、租客自由だとか、天下だとか、難しい言葉を言ってるけども、簡単に言うと、弱い者いじめ、日本をぶっ壊す、これを止めなきゃいけないっていう、そういうことです。インボイスっていうのをね。ぜひ、あの、田賀谷良さんの今日のお決算行政監視委員会、これの質問も、 聞いてみてください。すっごくわかりやすい。で、タガさんは自分でも事業やってるんですよね。で、本当にその、1%、2%の粗利を上げるために苦労してるのに、ドコーンと消費税で10%持ってかれるわけですよ。もうとんでもない日本弱体化装置ですから、皆さん、消費税をなくすことも、ぜひ僕らと一緒にやりましょう。 今、野党の方ではね、5%に消費税を戻して、そしてインボイスをやめるっていう法律を出してます。まあ、今の野党の力では、僕らの力で、ここが限界ですね。でも、消費税っていうのはなくさなきゃいけないんです日本弱体化装置です。まあ、最後に労働組合の人たちにも申し上げます。これね、賃金と雇用を、雇用を不安定にして賃金を下げる最もの大きな現況ですからね。 あの、大企業の労働組合の人には、この消費税っていうのは大事だとか言ってる人がいるけども、よーく考えてください。よーく考えてください。自分の首を絞めてますよ。で、これを OK っていう労働組合は、組合員の数増えんすよ。だってそうでしょう。賃金を、自分たちの賃金を下げるのにね、賛成する、そんな労働組合あるわけないじゃないですか。 まあ僕は国会議員だし、政治家なんで、その政治家が労働運動に口を出すっていうのは、あの、控えなきゃいけません。労働運動のあり方を言ってんじゃないですよ。消費税に対する認識を絶対変えるべきですよ。弱い人たちを、立場の人たちをどんどん作る消費税で、社会保障を賄うなんて、むちゃくちゃ矛盾じゃないですか。ね、サーカスの、 あのセーフティーネットっていうのがありますよね、ブランコの、ね、あのブランコの下にあるネットを消費税っていう中で切り刻みながら、安心してください、ここでね、怒っ,っても大丈夫ですよって言ってるようなもんなんで、そんなものは絶対になくしましょう、日本弱体化装置、今日ねあね、越境3.0のカズさんが国会まで来てくれて、10年ぶりかな、直接対談しました。 世界の情勢や日本の今の姿もね、あの越境3.0でも明日以降流してくれるそうですし、僕の YouTube でも、あの今、えー、テロップとかつけて、テロップじゃないや、えっと、表題とかつけてですね、やってますんで、どうぞお楽しみに。それじゃあ、ストップインボイス、ストップインボイスです。次の総選挙、ストップインボイス、消費税をなくす、頑張っていきましょう。 党派を超えてね、頑張っていきたいと思います。じゃあ、ごんよう。おやすみなさい。YouTube でご覧くださっている方は、おはようございますか、こんにちはですね。ぜひ拡散をお願いします。もうテレビがね、大本営に乗っ取られてしまっているという人までいますから、こういう SNS で広げていく、これとっても大事です。どうぞ、私たちの日本を守るために、 日本を衰退から成長にしっかりと戻すために、えー、拡散をお願いします。それじゃあ、おやすみなさい。ごきげんよう。